ぷぷ姉ちん良きもの手に入れて、良きもの良きものいるぷ見て冷凍いちごぷちゃんね、いちごね好きかどうかって言われたら何とも言えんな。今までぶんちゃんいちご何回か食べたことあるけど、もし特別いちご別に好きじゃないよね。冷凍いちごならアイス的な感じで美味しいし、食べてみるべ。冷凍いちご、冷凍いちごってどっちかって言ったら酸味が強いんだよね。ぶんちゃん前冷凍みかん美味しそうに食べてたけど、ぶんちゃんいる？走ってきた。おさりりか、ちょっと冷凍いちご持ったままお手できるかな。ちょっとお手して、ちょっと待ってね。リコさん、おかわり。ちょっと待って。リコさん、ハイタッチ。おリコさん、ちょっとかじってみようか。いいよ。最初ちょっとペロペロしてみて。味わおう。あ、そのまま食べちゃう？めっちゃ息が甘酸っぱいフルーティーないい香りになっちゃうね。どうどう？美味しい？ちょっと辛い、硬いかな。お、どうだった？別にどうだった？美味しかった？多分なんかちょっと微妙な反応だね。ちょっともう一個出してみる。ぶんちゃん、美味しかった人お座りして。いや顔は美味しかったって言ってんだけどね。ぶんちゃん美味しかった人お座り。お手の反応で分かるんだよ、ぶんちゃんこれ美味しかったかどうか。ぶんちゃん、ぶんちゃん美味しかった人で、あ、美味しそうだね。ぶんちゃん美味しかったぶんちゃんお手は、ぶんちゃん美味しかった人で、ぶんちゃん美味しかった人お手、美味しかった人おかわり、美味しかった人ハイタッチ。なんか美味しそうな感じするけどね。いるぶ、いいよ。ビタミン C いっぱい取っていこう。もう食べちゃった。どうだった？美味しかった？また今度食べる？お肉食べたからいいよね。もうないや。もうないね。ぶ休憩してな。もうない。ぶちゃんもいちごないね。いちご探し求めてる。うわっ、抜け毛だぞ。ぶちゃんまたここ抜け毛がいる。ハーネスがかかるところすごい抜け毛がいっぱい抜けるな。よいしょ。